んこんにちは。 AMX アーティストアカデミー名古屋校ボーカルマスター講師の長尾芽衣です。それでは今日はリズムと体のリンクをやっていきたいと思います。じゃあまずは上の段からいきましょう。通常は、こういう音とかにね合わせてやっていきたいとかするんですけれども、今日はまずは自分の体と声だけで合わせてやっていけるようにちょっと練習してみてください。はい、じゃあまず上です。これは16ビートで書いてるので16分音符で全部書いています。はい、でまずここからだだだ、この赤く丸が書いてあるところは足でいきたいですね。足ちょっと見えるかな、もうちょっと寄せましょう。この赤く書いてあるところ、ここの赤く書いてあるところは足、ここは手です。手、足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 、ひ、もう一回いくよ。せーの、て、て、足、て、て、足、て、て、うん、足、て、て、うん、足、ひ、できた。もう一回、せーの、て、て、うん、足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 、もう一回いくよ。せーの。てて、うん、足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 。大丈夫そうかな？はい。じゃあ、普通に私のててとかなくていきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。それにここちょっと音をつけてるんですけど、今はドの音で作ってます。このリズムに音をつけてみました。音普通に、まあ、こういう音ですね。ドばっかしかない。ドド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 ド、うん、それはマでいいので、ママ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 マ、声をしっかりと、音をここのドとド、1オクターブでちょっとやりにくいんですけれども、そこを合わせながらピッチもしっかりとコントロールしながら、さっきの手の足の動き方をここにもつけてみます。同じこと、ここの同じ場所に足です。手、足、手、足、手、あ、ごめん、手、足て、足て、足て、足、うん、それをやりながら、ドドド、まあまあ、ままでいいので歌いながらやってみますよ。じゃあゆっくり、1、2、せーの、まあ、難しい人いましたか？じゃあもうちょっとだけゆっくり、一緒になったりとかすると、あーってなったりとかすると思うんだけれども、まずはゆっくりしっかりと体のリズムと、それは手と足の交互にやったりする、そのタイミングと、あとは音もしっかりタタ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 、音がしっかりと、どこの音でもいいです。どの音がすごく高かったら別に1、そうでもいいです。そうでもいいので、タタタ、実際は自分のやりやすいテンポ、やれるテンポでゆっくりと落ち着いて、体とリズムしっかりとリンクしていけるように練習していきましょう。